皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。大前は今日は、2つのイベントの MC、やってまいりました。大阪のね、梅田にありますグランフロントの北館、ナレッジシアターという劇場があるんですが、そこで、違うイベント2本の、今日同じ会場ではあったんですが、全く違うイベントの MC を担当させてもらいました。行ってまいりました。昼と夜だったんですが、お昼の方は、こちらはオリックスバファローズ、選手ファンミーティングサポーテッドバイサムティさんという、ことで、サムティさんと言いますと、ここの、ユニフォームのね、左袖のユニフォーム広告であったりとか、あと、球場のガイアフェンスの広告であったか看板であったりとかね、速見スタジアムにも、広告出してくださっています。であとインタビューボードとかね、まあ、いろんな多岐にわたってオリックスをサポートしてくださっている、まあ、企業さんなんですが、そのサムティさん、サポーティッドバイサムティさんという、そんなイベントに行ってまいりましてね、これはトークショーと、まあ、ゲーム大会みたいな感じで、トークショーはね、まあ、参加してくださった方ファンミーティングという形で、野手2人、ピッチャー2人、野手は野口くん、紅林くん、ピッチャーは宮城くんに山下俊平太くんというこの4人だったんだけど、まあ、楽しいイベントでね、一部のゲーム大会は吉本のミサイルマン西大さんにも、参加してもらいまして、盛り上げてくださいました。本当にありがとうございました。2部の方ではトークショー、ファンの皆さんの質問なども受け付けながらという、まあ、そんな感じであっという間のね、まあ、時間だったんだけども、で夜の部の方が、これがオリックスバファローズ、今まではビーズガールズ球団公式ダンス&ボーカルユニットという形で、ABEX さんとね、こう一緒にやってる、まあ、そのビーズガールズさんがあったんだけど、今年はそこに新たに男性も加わってビーズガイズっていうんだけども、でその、ビーズガールズとビーズガイズが一つになったユニットがビーズグラビティ、これ今日この名前もユニット名も発表されたんですが、そのお披露目会の MC、大前とチャールさんね、元ビーズガールズリーダー、今球団職員ですが、松本ゆいかさん、チャールさんと一緒にやってきました。楽しかったですよ、なかなかね、楽しいイベントでした。で、お昼の方のファンミーティングの方の、模様に関して言うと、前半のゲーム大会は後日、球団公式のビーズ TV で、で後半のトークショーの部分は、これはサムティさんの、サムティ株式会社 YouTube チャンネルというのがあるんですが、そこでまた配信がされるということを聞いていますので、ぜひ、登録してチャンネル登録をしてご覧になってください。よろしくお願いします。まあ、選手の方の、ね、話題で言いますと、やっぱり去年の、ね、日本シリーズで負けたのが悔しいという思いが4人にはあってさ、今年、まあ、リーグ優勝をしてね、また来年日本シリーズに出るとするならば、どこのチームと対戦したいですかっていうのは、4人とも阪神タイガースというふうに言ってましたね。やっぱり負けた悔しさ、特に宮城君はこの4人の中で一番悔しい思いをしたのは僕なんでというところで、やっぱりそこはしっかりとね、対戦をして抑えたいという話をしていましたね。やっぱり甲子園のムードっていうのは本当独特のムードがあるんだけれども、あの中でやっぱりいいプレーをしたいという紅林君、ね、で野口君もやっぱり阪神とやりたい、まあ、負けたんでね、よくに余計そういう気持ちがあるということで、俊平太君は怪我で登板できなかった日本シリーズ、その悔しさはあって甲子園、もう四面楚歌の状況の中で投げてみたいという話も、してくれました。まあ、そんな話で、今年一番印象に残ったゲームということで、まずこれは山下俊平太君は5月23日の楽天戦ね、7回無失点の好投をしたゲームでしたね。104球か投げて、素晴らしいピッチングだった。で宮城君は6月の佐々木朗希と投げ合ったゲームね、マリーン戦、京セラのゲーム、あれを振り返って、やっぱり相手がすごいピッチャーなんで、その前は2021年か2年かには完全試合を食らった時に2人のマッチアップだったんでね、まあ、そこで互角に投げ合えたのが嬉しかったということで、勝利投手の権利を持ってマウンド、降りたそうなんですが、降りたんですが、その後ね、吉久さんが打たれちゃって同点になって、最終的には森君のサヨナラホームランで勝つんだけれども、勝ち星はつかなかったけれども、やっぱりあのゲームは印象に残っているという話をしていました。いつも吉久さんにはね、たまきつ助けてもらっているんで、もうカレーパンくれたんで、それでもう大丈夫ですっていう話もしていましたね。それから野口君は7月22日の、
ホットモットでの、これは日本ハム戦、伊藤大海投手から打ったホームラン、今シーズン第1号、右中間、完璧な当たりでしたが、あの感覚っていうのはすごいし、ホットモットってやっぱりね、あのグラウンドとスタンドが近くて、お客さんもたくさんで、とっても好きな球場なんですという話もしてくれました。そうそう、新平太君もホットモット大好きだそうです。ね、で紅林君は5月24日の楽天戦の松井裕樹投手から放った逆転サヨナラツーラン、ということ。あの時もね、1点負けてて先頭バッターの、大城選手が相手エラーで出塁してランナー一塁一発すれば逆転サヨナラという場面でバッター紅林、後ろでセデーニョがバットスイングしてたんだって、ミラールームで。でそれを知ってたから、おそらくピンチヒッターなんだろうなと思って打席に向かったら、いやもうそのまま行けというね、その監督の気持ちが伝わってきたんで、その気持ちに応えることができてよかった、もう打った瞬間最高の当たりでしたというふうに振り返っていました。そんな話をしながら、今日はまず昼の部のねファンミーティングが終わって、ね、でもね、俊平太君も今日午後からだったんだけども、選手1時半集合だったのかな、午前中前芝で練習して、でそこで、イベントやって、これから帰ってどうするのって聞いたら、俊平太君は「いや前芝帰って元練習します」って、すごいよ、すごい、もう体もね大きくなってるし、野口君もね沖縄での自主トレ3週間森選手と一緒にやってきたんだけども、すごいね、なんか体一回りも二回りも大きくなって精悍に日焼けしておりました。で俊平太君背番号変わったでしょ、11番のユニフォームで今日登場して、僕は11番はキャンプで初めて見られるかなと思っていたんだけど、今日一足先に見ることができました。11番似合ってましたよ。まだ幸也さんの、ね、存在があって、その重い背番号なんだけど、自分の背番号にしていきたいという話もしてくれましたね。そんな感じかな、トークショーの話はね、そんな感じで、その後の夜の部のそのビーズグラビティですよ。ビーズガールスの方は9人、新メンバーが2人、そしてビーズガイズはこれも全部男の子で新メンバーね。特は千葉から来た子もいる。すごいね、これ5人ね、ビーズガイズ。この、2つが合わさりまして、ビーズグラビティ、グラビティのは重力とか引力とかっていう意味があります。皆さんの思いとかいろんなものを引きつけたいというね、そんな思いがあるそうなんですけれども、共にビーズガールス、ビーズガイズ、ビーズグラビティ、全部 BSG で略称統一ということで、春には新しいアルバムも出ると、ミニアルバムが出るということなんでね、楽しみですね。ダンス&ボーカルユニット、今まで女性でビーズガールズさん頑張ってきて、そこに男性が入ってどんな化学変化が起きるのか僕らもちょっと楽しみではあったんだけども、いい感じでしたよ。でお客様温かくね、本当に見守ってくれて、今日はねそのお披露目会、ビーズグラビティのお披露目会、いいお客さんばっかりでね、本当ありがとうございました。楽しい時間を過ごすことができました。ぜひこの新しいビーズガールズ&ビーズガイズ、合わせましてビーズグラビティの活躍に皆さんどうぞご期待ください。というわけで、今回もろもろ喋りましたが、今日はそんなイベントの MC を2本してきた大前でお腹が空きました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ね、キャンプがこんな近づいてなければね、大阪でね食事でもして帰ってくるんだけど、やることいっぱいあるんで、帰ってまいりました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。そのなんか写真とか模様は僕のツイッターとか、インスタに上げてますんで、またご覧ください。じゃあまた、グラビティとね、グラビティじゃないや、ビーズガイズと一緒に写真撮りました。じゃあまた。